シリンの塔でそんなことがあったとはな。まったくご苦労じゃったな。ともあれ、お前さんたちには報酬を渡しておくとしよう。しかし、とんでもない事態になってしまったものじゃ。まさかオーブメントが使えなくなってしまったことがこれほどの混乱を呼ぶとはの。うん。日頃どれだけオーブメントの恩恵を受けていたか思い知らされたわ。そうだね。通信、交通、国防、生産ライン、国家機能が麻痺したのと同じだからね。市民にとって心配なのは照明と暖房でしょうね。昨日の夜は随分街が混乱したんじゃないの？ギルド、工房、市長邸に市民が押し寄せて大変じゃった。何が起こっているのか聞かれてもこちらも答えようがなくての。おかげで寝不足じゃよ。ふう。そっか、お疲れ様。例の浮遊都市の件もあるし、かなりまずい状況みたいだな。パニック一歩手前ってところか。まあリベールは治安がいいから暴動の心配はなさそうだが、この状況が長く続けば皆参ってしまうかもしれん。うん、早急に対策を取らなくてはな。でお前さんたち、ラッセル博士から託された起死回生の策というのは何かね。起死回生というほど大げさなものじゃないけど、ラッセル博士が新発明の試作品を提供してくれたんです。これが試作品のゼロ力場発生機じゃ。ゼロ力場発生機？簡単に言うと、ゴスペルが発生させる特殊な波長の動力場、それによる共鳴を相殺する力場を発生する回路というわけじゃ。ちっとも簡単に聞こえないんですけど。それはもしかして動力停止現象を阻止できるということですか？え？本当ですか？うん、その通りじゃ。結局、動力停止現象とは、ゴスペルを通じてオーブメントの動力が吸収されるという現象じゃ。どこへというのが謎じゃったが、ここに至ってようやく明らかになった。あの浮遊都市、輝くわということですね。うん、その通りですわい。輝くわは異次元からゴスペルという穴を通じて動力停止現象を起こしていた。その穴はあまりに小さかったため影響範囲は狭くて済んでいたが、輝く輪が解放されたことでその範囲は一気に広がってしまった。それこそ王国全土を巻き込んでしまうくらいにな。王国全土、それが今回の現象ですか？うん、おそらく王国にあるありとあらゆるオーブメントが動かなくなってしまっているはず。じゃがこのゼロ力場発生機は和の干渉を阻止する働きがある。言い換えればこれのそばにあるオーブメントは問題なく動くということなんじゃ。すごいじゃない。そいつを使えば万事 OK ってわけか。いや、そこまで都合は良くない。まず第一に、この試作品が守れる対象は限られておってな。
せいぜい両手で持てる大きさのオーグメントくらいなんじゃ。両手で持てる大きさ。うん、そうなるとかなり限られてきちまうな。第二に数に限りがあるということじゃ。カシウスに頼まれていたとはいえ16個しか完成できなかった。16個、結構多いと思うんだけど。で、父さんに頼まれてた？うん、しばらく前にわしのところに来て開発を依頼していったんじゃよ。その時はこんな騒ぎになるとは夢にも思っておらんかったが。そうなんだ。さすが旦那、先の先まで読んでいたわけか。しかしそうなると、その16個の使い方はほぼ決まってしまいますな。ほう、お前さんなかなか鋭いな。どういうこと？混乱の最中で一番重要なのは、何をおいても素早く正確な情報や。結社の連中が現れたとしても、必需品をどこかに運ぶにしても、情報が届かんかったら対処できん。そうなると各地にある通信機の機能を回復させるために使う。つまりそういうことですね。ビンゴや。そっか、確かに。軍としても動力銃や飛行船が使えなくなったのは致命的だが、司令部や各部隊との連絡が途絶してしまったのも深刻だ。特に王城、ハーケンモン、レイストン要塞の間の連絡は早急に回復しておきたい。ギルドにしてもそれは同じ。支部間の連絡が取れなかったら何か起こっても対処できないわ。うん、依存はないようじゃの。それではユリア隊、王国軍には10個のゼロ力場発生機を渡そう。それだけあればアルセイユ、オート、レイストン要塞、ハーケンモン、各地の関所がカバーできるじゃろう。かたじけない。早速伝令を出して各地に届けさせるよう手配します。そして遊撃士協会には6つのゼロ力場発生機を渡そう。各地のギルドにある通信機を回復させられるはずじゃ。うん、分かったわ。間違いなく届けます。なんと通信機が使えるようになるか。それは助かる。早速そのゼロ力場発生機とやらを試してもらえんかね。オッケー。ティータ、お願いできるかな。うん、ちょっと待っててね。なんだ、えらく早いな。通信機の中に固定しちゃうだけですから。それじゃ。おお、やった。どうやら本当に動力停止現象の影響を受けずに済むみたいね。それじゃあ続けてちゃんと通信が届くかどうかテストしてみますね。アルセイユに残っているおじいちゃんに連絡してみます。もしもし。あ、おじいちゃん。うん、今ボスのギルドにいるの。大丈夫、ちゃんと動いてるから。
おじいちゃんも頑張ってね。ちゃんと通信もつながりました。やった、さすが博士の新発明だね。いやはや、博士にはなんと礼を言ったらいいものか。ところでラッセル博士はアルセイユに残ったようじゃが、姫殿下やケビン神父はどうしたのかね。あ、その二人なら親衛隊の大使さんたちと一緒に朝一番で王都に向かったわ。クローゼは女王様と、ケビンさんは大司教さんとそれぞれ話し合うつもりみたい。なるほど。王家には王家の、教会には教会の、有事における務めがあるようじゃな。それと王都のギルドにゼロリキバ8世紀を届けるのはその二人が引き受けてくれました。しばらくしたらこちらにも連絡が入ってくるかもしれません。そうか、助かるわい。ではお前さんたちはこれから残りの3つのギルドを回ってくれるというわけじゃな。うん、そのつもり。本当ならあの浮遊都市を何とかしたいところなんだけど。そうね、すでに結社の連中は乗り込んでいるみたいだし。だが飛行船が使えねえんじゃ手も足も出ねえからな。どうにも歯がゆい状況だぜ。ま、焦っても仕方あるまい。今は自分たちができることを片付けていくしかないだろう。だな。ええ、気合を入れましょう。当然飛行船が使えないから徒歩での旅になるんだけど、ロレント支部とルーアン支部どちらから回った方がいいかな。そうだね、どちらからでも構わないと思う。大変なのはどの地方も同じはずだからね。そっか、確かに。ま、こんな状況だ。どちらに行くにせよ、各地の様子を確かめながら移動する必要はあるかもな。困ってる連中がいたら力になってやらんとな。うん、そうね。
皆様、先日はお世話になりました。ただいまメイベルお嬢様はご多忙を極めているご様子、お力添えのほどよろしくお願い申し上げます。まあ、エステルさん、それにヨシュアさんまで。こんにちは、メイベル市長。お久しぶりです本当に相変わらずお忙しそうですわね。そういう市長さんも大変だったみたいじゃない？ルグランジーさんから聞いたわよ。こちらにも市民が押しかけてきたそうですね。ええ、夜半まで説得を続けてやっと帰っていただきましたのよ。でもそれで市民の不安が払拭できたわけではありません。この状況が長く続けばまた騒ぎが起こる恐れもありますわ。確かにそうですね。結局のところはまだ何も解決してはいないわけですから。でもとにかく自分たちにできることをやるだけよ。下を向いて悩んでてもオーブメントが動くわけじゃないし。ああ、こいつの言う通りだぜ。たとえ結果がどうなろうと遊撃士の本分を尽くすだけさ私も同感ですわ。状況の遺憾に関わらず死を守るのが市長の務め。もちろん最後には皆さんが解決してくださると信じていますわ。それは責任重大ね。励ましの言葉と思って受け取っておきます。Thank you.
人が集まって。なるほど、そういうことか。ああ、ふ、冬都市な、なんて大きさなの。地上から見るとさすがに圧倒されるね。これじゃ一般人が不安になるのも無理はねえな。できることは少ねえが、今こそ俺たち遊撃士の出番だ。状況を少しでも良くして市民を安心させてやろうぜ。うん、そうですね、先を急ぎましょう。
負けられないんだ。Thank you.
Thank you.
相手が悪かったな。まだ負けられないんだ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。
相手が悪かったな。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。
ここなら何か釣れそうね。その魚は？あ、ライトさん。赤褐色の鱗に燃えるような真紅の目。間違いない。それは奴だ。ヴァレリア湖の主だよ。これがあの主なの？まさか君に釣り上げられてしまうとはな。釣り手帳を渡したものとして嬉しいようで悔しい複雑な気分だよ。しかしこれもエイドスのご采配。ここは素直に実力を認め、これを進呈させてもらおう。ただいまをもって君は我が調香師団公認の特級調子に認定された。しかしこれに満足することなく、今後とも調魚道に邁進してくれたまえ。ありがとう。とりあえずお礼を言っておいたけど、この認定証って何なの？君の釣り師としての実力を保証する身分証だね。持つ者には調香師団本部で素晴らしい便宜を図ってくれる。オートに用事があるときにはぜひ立ち寄ってみてくれたまえ。へえ、そうなんだ。
なんだかわからないけど、すごそうね。うん、そのうち行ってみるわよ。釣り人なら誰もが夢見るサービスが受けられるはずさ。おっと、私も負けてはいられん。すぐに次の標的を定めないとな。では、さらばだ。Thank you.
Thank you.
うん、お主らか。塔の制圧ご苦労と、本来なら労をねぎらうべきところだが、あいにくこの情勢下ではお世辞など持ち出す気にもなれん。またの機会に持ち越すとしよう。あらら、それは残念。確かに以前とは状況が一変しましたからね。それも悪い方にな。例の8世紀の働きにより拠点間の通信は回復したが、やはりこの動力停止現象は王国全土で発生しているようだ。すでに見てきたと思うが、現在この砦も危険な状況にある。ともかく敵に隙を見せぬよう武人として本分を尽くす所存だ。お主ら遊撃士の働きにもこれまで以上に期待しておるぞ。うん、頑張るわ。ご期待に添えるよう努力します。